どうも、スミファクトリーです。今日はこちらのプッチンプリンのハッピーピンクというものを食べてみたいと思います。味はピーチ&チェリー。セブンイレブンで昨日買い物した時に見つけたんだ。すごい匂いがもう桃の匂い、こんな白っぽいような、でもピンクですね。ピンク色のプリンです。なんか黒いプッチンプリンは食べたことある。黒いプッチンプリンでチョコレート味は食べたことあるんですけど、こういうピンクとか変わり物のプッチンプリンは初めて。いただきます。うん、あ、滑らか。ほんのり桜んぼとピーチの味がする。でもやっぱピーチの方が味が強いかな。ピーチ味が強いですね。髪の毛直してもなんか跳ねちゃうのいつも。桜んぼ春らしい感じの味ですね。美味しい。ソースはどうなんだろう。あ、ソースまでピンク。全然色が違う。見た感じわかんないですけど、ソースもピンクですね。あ、ソースの方がさくらんぼみたいな味がする。ピンクっぽいんだけど、なんか透明みたい。というわけで今日はプッチンプリンのさくらんぼと桃が使われたハッピープリン、ピープリンというもの、ハッピーピンクというものを食べてみました。これ桃の香りとさくらんぼの風味がすごい合ってて美味しかったです。普通のプリンとはまた違った味がして、プリン好きの人にはたまらない味かもしれないです。変わった味なので冒険してみたい方はぜひ見てはいかがでしょうか。以上、スミファクトリーでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お知らせ、最近なんですが、今日の感想っていうものを動画の後半、最後おしまいにバイバーイの後に少しだけ載っけてあります。ぜひよかったらそちらの方もお楽しみで見てみてください。お願いします。バイバーイ。